三年吧，跟住今日射气喐到八十一杯啦。烏托邦亦都有份喎，要國族。有香港嘅代表嘛，牛聲福星啦，牛聲福星都第四熱門喎，都唔知真係好奇怪，牛聲福星都係第四熱門嘅，即係香港希望啊，牛聲福星就係阿姆斯，真係有冇機會騎到啦？好啦，出去睇下馬啦。砂漠に囲まれた名壇競馬場で今年も熱い戦い1枠1番この最内枠からスムーズに好位置を確保したい2番人気はこの馬ですファンの期待を背に優勝を狙いますマリンサイドいざ G1 の大舞台陣営の期待も高まりますロックハードテンまた1頭影の実力馬が登場放送を期待したいところです2位の前走では惜しくも敗れましたが本番の今回は負けられないところですブラスハット好位につけマイペースで行けばゴールが見えるブレーズデプティ鞍上は海外で一流と呼ばれる名手です一発は十分になるでしょう人気馬にとっては危険な存在人気上位馬を脅かさんと不気味な雰囲気を醸し出していますこの馬を数々の影の名馬の面影がこの馬にも垣間見られます放送を期待したいところです今年の日本代表はこの馬です昨年の最優秀ザタバの看板を背負って世界の強豪に挑みますもう一つザッパー決めて勝負ならこの馬にもチャンスあり自慢の末脚を見せるかファールオーロラ鞍上は牝馬の騎乗に定評はここは一発を狙っていますハーリーサニーあまり人気はありませんが上位にとっても怖い存在ですその実力を無視するわけにはいきませんブリッシュラックプリゲの美しい馬体が G1 の熱気で燦然と光り輝きます前走での見事な勝利をここにつなげたいところですさあいよいよスタートですこちらドバイの名壇競馬場から国際重賞競争をお伝えしますいよいよ発走ですスタートしましたゴーストザッパーこれはいいスタートを切りました綺麗なスタートを切りましたダッシュよくゴーストザッパー行きました続いて前へ行くのはユートピアさらにはアシャド2番マニーサイドその後ろノースライト後ろからになりそうですでは前の方からゴーストザッパー先手を取りましたこの辺りで各馬第1コーナーに殺到していきましたでは前の方から見てみましょうアシャド先手を取りました2番手に10番ゴーストザッパー黒の帽子マニーサイドその後ろすぐ隣にファインウィナーその外からユートピアトピア黄色の帽子デュークバンクその後ろからはカールオーロラ並んで6番ブレーズデプティターリーサニーこの馬もこのグループ内からはロックハードテン並んで9番ノースライトその後ろからはブラスハットしんがりからローズインメイ各馬砂煙を上げてかけていきますもう一度先頭から15番アシャド依然として先頭リードは1馬身から2馬身ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました先頭は依然としてアシャド2番手はマニーサイド3番手にゴーストザッパー最高の手応え大外から緑の帽子ゴーストザッパー伸びてきた後続も追い上げていきます最終コーナーをカーブして直線コースに入りましたアシャド先頭差はほとんどない2番手はアシャド1敗になったあと 200m 先頭はゴーストザッパーアシャド一瞬追いすがります2番手はマニーサイドやはり強いゴーストザッパー1着2着にはどうやらロックハードテン世界の強豪を相手に見事な勝利を収めましたゴーストザッパーまさしく日本が世界に誇れる馬です140多分国際平均精英大师五月玫瑰牛精福星都被他怼冧埋啦支持驱魔客继上场话要上一次已经出了500万同精英大师单挑之后到咩